あのね、始まる前にね、あの最初にね、一言言っていいって言うからね、言わせていただきますけどね、君たちね、ゴロツキメディアを呼んだ覚えはないんだよ。君たちみたいに、ね、人の人権をね、無視する連中をね、誰も呼んだ覚えはありませんのでね、さっき上で撮ってたやつ誰だ、ちょっと手を挙げてもらえるか。さっき上でカメラ回してたテレビ局ちょっと出てこい。誰もね、あれ許可してないんだよ。最初君たち約束ではね、この会議室の中以外では撮らないって約束だったら違うんかい。誰が上で撮ってたの。約束一つ守れないゴロツキメディアがね、偉そうになんでここにいるんだ。ちょっと手を挙げてくれるか。どこのテレビ局か知らないけど、上で3社4社カメラ回してたろうよ。なんで誰も手を挙げないんだ。君たちそれでも本当にね、メディアかよ。どうだ NHK、 君か回してたの。誰だ。じゃあどのテレビ局は上で回して人の姿勝手に撮ってたんだ。なんで約束一つ守れないんだよ君たちは。だからゴロツキって言うんだよ。恥を知れよ恥を。邪魔だこれ、やめろ。腹立つわ。これ誰もいないってどういうことなんです。上で確かに3社4社カメラ回してたでしょ君たち。違うんかい。あれはね、私の見間違い。どうなんですか、君たちメディアでしょ。真実を伝えるのと違うんですか。どうなんです。おろ、恥ずかしいだろ君たち。どうなんだ共同通信どうだ。君たち散々ね、在特化うんぬんかんぬんね、抜かしてるだろ。いいよ別に批判しても悪口書いてもいいよ。でもなんで取材に来るんだこんなところに。これどうなんだ。もう局座共同通信帰れよ。帰れ。毎日新聞いるか、変態毎日新聞いるか。毎日新聞入ってんのこれ。どうなの。あいたわ。あんたたちね、ワイワイ記事知ってるよね、ワイワイ事件ね。日本人はセックス狂いの変態だって言って毎日新聞の英語版サイトであんたたち流したよね。ヘイト記事流すなよ。その君たちが一体何の取材に来るんだ。散々から日本人にヘイトスピーチやって、日本人はみんなセックス狂いの変態なんだろ。で、あの時の編集責任者の朝比奈が毎日新聞の社長じゃないかよ。どうなってんだこれ。で、朝日新聞いるか。いるんだったら堂々と手を挙げろよ。君たちメディアとしての誇りあるんだろ。手を挙げて堂々と自分がね、朝日新聞ですってやれよ。慰安婦問題で散々捏造をやって日本人をね、君か、恥ずかしいと思わない、あれだけやられて。うん、その恥ずかしいはずの君がなんでこんなとこ来て取材してんの。ヘイトスピーチがどうのこうのって。まずね、君のね、会社、それがまさにヘイトスピーチの塊じゃないかよ。そうだろう。うん、まずそれを何とかするのが先じゃないか。人のヘイトスピーチじゃなくて自分のところのヘイトスピーチ何とかしろよ。時間も何時。ああもう5分だ。まあ、一応ね、今日ね、一言ね、ぜひあなたたちにっていうことでね、時間を取らせていただきました。で、こうやってね、これからまあヘイトスピーチ問題、まあ、君たちの大好きなね、橋本市長が来てね、ああだこうだって言うんでしょうけどもね、問題なのはね、君たちがね、本来の朝鮮人問題をね、外に出さないことが問題なんだよ。ある日突然ね、在日韓国人、朝鮮人にね、ギャ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 誰か騒いでるわけでもなんでもないんですよ。理由があって騒ぐんですよ。そうだろ？朝日新聞だってそうじゃないかよ。誰もね、理由なく朝日新聞叩いてるわけじゃないんだ。そうだろ、君たちが慰安婦問題ででたらめ流して、で、日本人の名誉を傷つけたからみんな怒って声を上げてんだろ。そうだろ、ワイワイ事件だってそうだぞ。日本人を変態扱いするから怒って声を上げてるんだよ。理由があるからね、理由があるから声を上げてるんですよ。理由なく声を上げるのはね、それは気違いですよ、ただのね。我々はきちんと理由があって、その上で声を上げてる。それをあなたたちが理由を一つもね、出さない。いや、それどころじゃない、あなたたちね、変更報道するだろ。それが NHK じゃないかよ。この間ね、あの、これから来る橋本市長が、あんた、あの、記者会見やった時なんて言ったよ、NHK に。ヘイトスピーチは、在日韓国人、朝鮮人のヘイトスピーチは許さないって言ったでしょ。その後なんて言った、この人。その後に、日本人へのヘイトスピーチも許さないって言ったよね。なんで切ったよ、そこ。なんで切ったか、理由を答えなさい。君たちも私の写真じゃなくてこれ撮れよ。そうだ、 NHK 撮れよ。え、なんで切ったのそこ。何かいけなかったの。日本人へのヘイトスピーチ許さないって言った彼の発言、何がいけなかったの。教えてもらえるか。いや、君 NHK としてはここにないの。
遊びに来てんの君。コスプレそれ。仕事で来てんでしょ。じゃあ答える義務あるんだよ。特に NHK の場合は公共放送といって我々国民から金むしり取ってるでしょ。教えていただけます、なぜ一番肝心の日本人へのヘイトスピーチを許さないって発言を何で切ったんですか。 NHK を代表して堂々と言いなさいよ。日本人は嫌いだからだろうよ。はい、じゃあ戻ります。